約マイナス9、リバースマイナス9飛行する約マイナス 9M、約マイナス9は、第二次世界大戦時に、ヤコブレフ設計局が開発し、ソ連空軍などで運用された、戦闘機。戦後ソ連で運用された、主力戦闘機の一つ。北、大西洋条約機構の使用するナト o コードネームは、フランク。約マイナス9は、 練習戦闘機から開発された約、約マイナス 7DI 戦闘機の改良型の中、高高度用戦闘機として開発された。その後、約マイナス9は約マイナス1、7に代わって大量に生産、配備され、対戦初期において、BF-109 戦闘機を主力とするドイツ空軍に、対し、圧倒的に不利であった、空軍戦闘機部隊最高の中核となった。 約マイナス9シリーズは二次大戦において最も優れたソ連戦闘機の一つとされ、低中高度用の約マイナス3戦闘機とともに、ソ連のフランス人部隊でも好んで使用されたことが知られている。約マイナス9は同じ連合国側の戦闘機スピットファイアや P-51 などと比べてはるかに小型であり、日本の零式環状戦闘機と比べてもさらに一回り、 小さい機体であったが、強力なエンジンと 20mm 機関砲を基本とする強力な武装により、それらに全く遜色ない働きを見せた。ただし、前、中期型は機体の大半が木材や布で構成されていたことから、金属製の他の機体に比べて、機体重量も増しており、エンジン出力の割には最高速は伸びなかった。また、それにより操縦においても、 独特の扱い方さがあったと言われている。一方、後期型である約マイナス 9P は、機体構造全てが金属製となり、高出力の VK107A エンジンを装備して、それまでの機体より高い性能を発揮することができるようになった。戦後は、約マイナス9は後期型の約マイナス 9P と、複雑練習戦闘機型の約マイナス 9V を中心に、 東欧諸国に大量に配備され、対戦中の活躍と、相まって当時ヨーロッパではよく知られた機体であった。一方、朝鮮戦争初期には、中期型や後期型が、中華人民共和国、朝鮮民主主義人民共和国軍の主力となり、米域等かつての友軍機とも戦った。これらのことから終戦後しばらくの間約マイナス9は、 ソ連の戦闘機の代表として捉えられており、朝鮮戦争時も、国連軍側では、いわゆる、ミグの認知まで、約戦闘機が東側戦闘機の代名詞であった。その後、約マイナス9は、東欧を中心に1960年代初頭まで、配備されていた。約マイナス9と約、約マイナス 9D の側面比較図ソ連軍フランス人。 舞台機を模した塗装の約マイナス9ウムイギリス、もしくはイタリアの航空基地を拠点に、ドイツ本土、またはハンガリー及びルーマニア国内の爆撃目標を攻撃し、その後、発進した基地には戻らずにアルジェリアあるいはソビエト領内の基地に着陸し、弾薬と燃料を補給した後、再度ドイツ領域内の目標を爆撃し、イギリスやイタリアの出発地に帰還する。 という爆撃業。イギリスもしくはイタリアの基地からでは作戦行動半境外となるドイツ東部や東欧の目標を攻撃するために考案され往復を繰り返すものという意味のシャトルより命名された。日本では王冠爆撃等と訳される。ありがとうございます。